南知多フェスティバル2015に来ました。第1回なんですけど、ものすごいにぎわいで、ちょっと僕圧倒されてます。それでいい匂いがさっきからしてるんで、まあ、たくさんお店も出てますし、ぐるっと回っていきたいと思います。やっと、はい、念願の南知多ネギホルさん、ありがとうございました。並んでます。この次はきっとダンス、キッズダンスとかずっと食べたかったんですけどね、なかなかね、そう、巡り合えなくて、巡り合えなくてね、あと1回目念願ですね。どうしても皆さんにプレゼントしてくれます。あそこで焼いてるんですけど、めちゃめちゃいい匂いがするんですよ。いいですか、申し訳ないです。ありがとうございます。いや、楽しみです。本当にね、こうずらっと目を出すと本当にいつもお世話になってる方とか、ね、はい、並んで、ね、やっと、ね、あと前に 4,5 人ぐらいに、ね、いつも毎週土日、花の丸さん、この会場に来ていただいてて、本当に私たちイケメンの大将が焼いてくれてます。20年やってこようかと。皆さん、自己の皆さん、本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは最後になりました、最後心会でしますの街です。皆さんいいですか、ご飯はちょっと丸井さん、地元のオリーブとね、すごい大志くん、加工品です。琵琶の食前酢、酒じゃないですよ、酢ですよ、食前酢。琵琶の水を漬け込んでる。はいはい、おこれ飲めるんですか。これはね、はい、半年前に、はい、これビワを収穫しまして、はい、それをお酢の中につけたの、へえ。でこれがね、効果が何かというとね、はい、体の免疫をつけてね、はい、特にアトピーのある人やなんかは効果ありますね。だから風邪ひきやすい人も風邪ひきます。あ、じゃあこれからの季節大事ですね。私もね、一回飲んでみてください。あ、さっきのビワの、はい、そうです、ビワちゃんの、ビワちゃんの、はい、ビワちゃんがみんなを応援してくれるもんだから、いただきます。まだだ。あ、酢って言うから飲みにくいかと思ったら全然飲みやすい。そう、これ黒酢と違ってね、黒酢はちょっと飲みづらいけど、ビワの香りがすごい、そうそう、味が女性が好きそうな感じの、ソーダとかで割っても全然、あ、そうそう、お酒の好きな人はね、特に焼酎割りすると美味しいですね。いいっすね。今ね、こういう商品は全部トモヤンというところに置いてあるんですよ。で、トモヤンは農家を支援するということもやってるもんだから、またよかったらこっちに寄っていただけると、いなりが1個無料になりますので。このオリーブとかも南知多で育ってる。そうです、これ南知多です。じゃあ南知多でなったオリーブの実。そう、そういうことです。これは食べたことあります？いや、ないよ。これもちょうど、そもそも南知多にオリーブがあることを今初めて知ったぐらいですね。いや、今ね、この前小豆島行きましてね、はい、小豆島に負けないように、はい、南知多今頑張ってます。いただきます。なんかですね、天の声やってて、おいしい、おいしいです、うん、本当にオリーブ、オリーブ製品をこちらの農家の方が作ってる。こんにちは。スペイン人なんでですよね。えらい彫りの深いイケメンがいるなと思って今ちょっとびっくりしちゃいました。南知多の血筋ってそういう顔なの。いやいやいや、すごい、これちょっとおしゃれですね。おしゃれですね、これ。これかっこいい。ハーブ入りオリーブオイル。現在はね、はい、まだ取れる量が少なくて、
あのこういう塩漬けが多いんですけど、はい、やっぱりあの1トンぐらい取れないとこれ絞れない。だからこれ今ね、こちらスペインの方ですけど、はい、スペインからオリーブオイル輸入しまして、こっちはそういうことですね。そうなんです、スペイン産って書いてあるんですね、はい、で全部それを地元のこのハーブを入れたりして、あの皆さんに安くお分けするようにしてます。おいしい、すごいですね。大丈夫、南北でオリーブはちょっと新しい。そうですね、はい、あの10年後、はい、10年後の若い人が、はい、あ南北オリーブ頑張ろうという感じです、なるほど、先を見据えて、先を見据えて。だから私たち年寄りはあの息子とか孫たちにあの農業で大変だから、あのオリーブはこれから新しい産業だよということですね、広めていきますので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。です。いやーすごい発見でしたね。こっちは手作りパンです。かわいい中学生かな高校生かな女の子たちが買い来てます。今どこのパンですか？パンパンかクリームパンかしかない。4000、8000だもんね、2000だもんね。今鹿島からはタコ串が出てます。買います。あ、買うんだ。さっきから食べてばっかりですね。すいません。1本ください。リストランドありますか？ありがとうございます。あ、焼いてくれるんだ、今から。リストランドっていうのは、それはこれがあるとね、はい、この250円。へぇ、まあ、振り切れちゃった。あ、そうなんだ。チャリティーバンド。なるほど。これを500円で買って300円か寄付。へぇ、はい、ありがとうございます。職人じゃねえ、人気がやって。大丈夫です、暇かな人たちはタコの美味しさ知ってるもんで、誰が焼いても美味しいです。そう、新しそうだよ。食の素人。大量おるしてます。お弁当屋さんも大人気。大人気だね、このソーセージ。ちゃんと美味しい。ジュージューいってますからね。今鹿島のタコ串です。いただきます。ナンバーです、よろしくお願いします。うまい。安定の美味しさ。安定の美味しさ、うん、醤油が塗ってあるんですごい香ばしくて美味しい。あら、コンカフェさんが。コンカフェさん、もうちょっとタコが口。店長、おはようございます。すぐやりますよ。あ、使いますよ。もらってそれで。大地くん、現代っ子なんで、まだポンってなるとこ見たことないらしい。あの時見てなか、あ、やってなかったよね、はい、そうなんです。じゃあこれもうすぐやりますので、はい、ちょっと待ちますか。見てればわかります。のお米が入っているので、はい、どこに入ってるの？あそこの丸っこいところに。あの狭いところ。大きな音がするので離れててくださいね。すごい。で、ね、はい。やばい、来るぞ。じゃあ大きな音がしますよ。カウントダウンしてくださいね。3、2、1。ちょっとこれミニなのでちょっと可愛いやつなんですけど、今これ玄米が中に入ってるので、そう、小さなお米の粒がこうやって大きな粒になりました。はい、すごい。じゃあポンとかパンぐらいだと思ってたらボンってすごいめちゃめちゃ大きい音になりました。びっくりしました。本当はもっとすごい音なんですけど、これよりもですか？ミニイベント用で小さなの。本当にあの大きいやつだと鼓膜破れるかってぐらい大きい音。これは玄米です。はい。子供たちが群がっております。欲しいんでしょう。
すいません、大きな子供の24歳にもください。あ、あげますので。暑いです、ちょっと暑いかもしれない。あ、でも全然。いただきます。出来たて。あ、あったかいとまたちょっと違って美味しいですね。これは出来たての味です。出来たてじゃないとこんな。はい、美味しい。何より音に感動しました。あ、本当はね、もっと実はもっと大きいんだけど、いやでもこれはあの、まあ、女性でも気軽にやれるっていう、そういう大きさでやらせて。ありがとうございます。よかったね、初体験。感動しました。ありがとうございます。これちなみに何ですか？スモークチーズ。スモークチーズ、自家製なんですか？自家製の。あ、ここでやってるやつ、僕卵だと思ってました。これ自家製のスモークチーズです。いただきます。香ばしい。僕スモークチーズ実は大好物なんですよ。あ、そうなんだ。めっちゃ好き。お酒に合うから。そう、お店で出してます。アジアさんです。南国キッチンアジアさんです。おいくらですか？チーズ、チーズこれ300円。1個300円なんですか？はい、お得だな。今日はね、ミナフェス価格で出来たて。ミナフェス価格らしいです。うわ、ちょっともっちりしてるじゃないですか。あったかいですよ、まだ。かぶりついたら全部かぶりついたらいいと思う。今日の夜食は決定ですね。はい、今日の酒のあてがボジョレと一緒に。ボジョレ。ホットワインも売ってます。お酒もいっぱいありますよ。こっちにお酒も売ってるそうです。ガードは釣りしてるんですか？頑張ってます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。やった。今日の夜食。夜食ゲットです。めっちゃあったかいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やった。豊半商店さんです。前回食べられなかった。この先の朝市でね。はい、これぐらいしか食べられない。冷めちゃってごめんねって言われたやつですね。出来たての。出来たてをちょっと試食しに。はい、もちろん買います。あ、買うんですか？やるなぁ、リベンジ。すごい、本当にああやってプレスしていくんだ。じゃあ40円のお返しになりますね。はい、ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。勝手にパカッと試食開けて食べてください。勝手にいただきます、試食。試食もあったかい。あったかい。おいしい。430円になります。あ、500円お借りします。やっぱ日本一おいしいイカの姿焼きは伊達じゃない。全然違います。あの、この間のあったかいから柔らかいし。はい、70円お返しになります。ありがとうございます。みりんの香りとか醤油の香りもふわっと立つんで、すごい美味しいゲットです。ちょっとなんか横にイケメンがいますけど。はい、イケメンのお兄さんがちょっと捕まえたんですか？捕まえてきました。ナンパされました。あ、ナンパされたんですか？豊浜商工会の青年部の相川さん。相川さん、はい、今日はお疲れ様です。お疲れ様です。すごい賑わいですね。はい、びっくりしました。もうあの、僕でずっと動いてるんですけど、はい、まさかこんなにお客様がいらっしゃるとは。第1回なのにね、すごい盛況ですもんね。いや、僕もお土産いっぱい買ってました。ありがとうございます。もうでも本当に、ナビシさんすごいですね。すごいですね。これからどんどん盛り上がっていきたいですね。はい、大阪に、はい、大使と商工会とね、はい、若手が頑張ってからとね、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。すごい賑わいでしたね。これで第1回なんで、来年かな。次も楽しみですね。僕はもう夜食をいっぱい。何ゲットしたんですか今日は？ガニ、ガニ、ガニ、スモークチーズとネギホルと、あともうタコ食べちゃったんで串で。もう満足ですか？ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ皆様も遊びに来てください。はい、